三河物語。江戸幕府と家康の死。その12。家康、武田勝頼を滅ぼす。天正8年、西暦1580年8月より、家康様は高天神に総攻撃を開始したが、武田勝頼は地方に深く広く堀を掘り、高い土塁を築き、高い板塀を並べ、その塀に竹を交差して組んだ柵を結び、堀の向こうには七重八重に大きな柵を作り、一軒に侍一人ずつ番をさせ、こちら側が攻撃を仕掛けると、それにまた兵を増すという準備をしており、城中からはアリ一匹入れる隙もないほどだった。後方は小人代わりにと広く深く大きな堀を掘らせたので、城のようになっていた。どんな方法でこもったのか知れないが、詐欺作家人太夫というものが柵に入りまた出てきたという。そうではあるけれど、高天神城の西方の谷は山が高くて、そこを出るのは難しい。たとえ出たとしても行く先は国の中。その他、小笠、掛川、諏訪の原、南は大阪、横須賀には家康様の軍がおいでになるので、行くところがないはずだ。それほど厳しく包囲していたので、陣を取る余地もなかったほどで、大久保七郎右衛門忠世は命令を受けてはいたけれども、遥か遠くに離れて陣を取っていた。家康様はとても高天神城の西の谷へ出ることはないから、万兵を常時6人ずつ置いておけとのお言葉だった。天正9年、西暦1581年3月23日夜10時ごろ、武田方は二手に分かれて城から攻撃に出てきた。飛鳥、小原、石川長門守、安道の守備するところが入り江のようになっていたので、城からはそこが弱点と思って攻撃をかけたのであろう。城との間が堀だったが、それへ皆が駆け込んだ。三方よりこれを囲んで堀いっぱい敵を殺した。夜が明けて首を取った。岡部丹波、長典と横田甚五郎、忠松は高天神城の西の谷の大久保七郎右衛門の城の兵に攻撃してきた。藩の者6人を置いておけとのお言葉ではあったが、七郎右衛門の城は大久保平助、彦左衛門の城忠敬に加えて、これはというものを19騎差し向けていた。城の大将だった岡部丹波を平助の太刀で傷つけておいて、配下の本田門戸に打たせた。丹波と名乗ったなら配下の者には打たせなかっただろうが、名乗らなかったのでそうしたのだ。その場で数人の者は殺したのだけれど、生も尽きて皆を撃ち殺すことはできなかった。七郎右衛門の城がその時助けに来てくれたけれども、ことは終わった後だった。飛鳥、小原の軍に殺されなかった者たちが一団となって水野日向の神、勝成の軍を打ち破る。その時日向の神はまだ年若く、名代として水野太郎は正重と村越予想左衛門の城がいたが、本陣近くまで攻め寄せられても石川長門の神は切って出て防がなかった。七郎右衛門の城の隣の陣だったので、助太刀の者が寄せ集まってこれを防い、大方を殺した。天正10年、西暦1582年春、木曽義政は武田勝頼を裏切って織田信長の道案内をした。それで信長親子は高遠へ出陣して城を攻め取った。勝頼は諏訪に出陣したが、高遠が落城したと聞いて諏訪より甲斐の国へ引き上げた。もはや譜代の人々も皆配下を離れてしまい、どうしようと思案なされている。そばでまだ残っていた人々も、お供すべきかどうしようかとひそひそ話をする始末だった。小宮山内膳は細場に召し使えていたが、ご機嫌を損ねて謹慎していた。小山田将軍も内膳と奥向きでは精力白昼していた。この方はずっと勝頼に近似して用務に携わっていたが、勝頼を見捨てて早くも逃げ落ちた。その時小宮山は弟に、私はお怒りに触れて謹慎の身だが、我が先祖は武田家代々に仕えた家柄だ、今度はお供をして腹を切ることにしようと言うと、弟の又七郎も、私もぜひお供しようと言う。内膳は、勝頼のお情けがありがたくてお供を申し上げるのではない、私の先祖の忠節を考え、またご譜代の家筋を考え、
祖父や親や先祖の名を口させまいとお供をするのだ。お前は生き延びて親を養い、私の妻子を養い、死して後まで私が恥をさらすようなことがないように頼むといい、親や妻子を弟に預けて勝頼の御前に参り、私は日頃お怒りに触れて謹慎しておりましたが、ぜひともお供をさせていただきたく存じます。お許しください。こう申しましても、私の御尺に足らぬ体が自由にならぬことがございます。それはなぜかと申しますに、主君のご機嫌が良いようにと考えますと、私の先祖の忠節や不代の配下でありましたことが意味もなくなります。また先祖のご忠節を立て、長年のご主君の御用に立ってお供すると、主君のご機嫌に違うことになります。それはどうしてかと申しますに、同じように召し使われていた二人のうち、私は役に立つまいとお暇をくださり、小山田将軍を信任なさって身近にお置きになった。ところがその将軍は逃げ失せてしまい、お役に立つまいと大思いになった内善めが最後のお供をする。恐れながら直接にお話をして、感動者面の釈明を申し上げてお供して腹を切ります。これを見ても主君の眼力は違っていたのではないでしょうか。しかし先祖の忠節を立て、ご不代のご主君のお最後のお供ができますのは何よりですとお供をなさった。武田梅雪は勝頼にとっては姉婿だったが、府中より奥方を盗み出し下山へ引き上げて勝頼を裏切ったので、いよいよ誰もが勝頼を捨てて逃げ落ちた。家康は駿河から甲斐の国へ攻め入ったので、田中の城は与田右衛門の神信繁が守る、丸子の城を八代左衛門が守る、東部の城を朝比奈が守る、久能の城は共同で守っていた。武田梅雪は味方になったとは言っても、いまだ江尻の城を持っていたので、家康様はこの城城を配下の者で固めておいて、神原で梅雪と対面なさる。武田梅雪を先立たせ市川へお付きになり陣を敷かれる。信長は諏訪に陣をおとりになる。先陣は新府に着く。家康は通り道の城を落とすのに時間がかかった。それのみでなく、道のりも岐阜からと浜松からでは、浜松からの方が3日分ほど遠いので、少し遅れて甲斐にお入りになった。勝頼は早くも配下の者たちがちりぢりに主君を捨てて逃げ落ちたので、わずか数十騎ほどになっていた。天正10年西暦1582年3月3日、新婦に奥方を連れておいでになり、同軍内の小山田信繁方へお移りになる。小山田八左衛門の城というものを前もって連絡に当てたが、小山田も心変わりして勝頼を近づけない。八左衛門も帰ってこなかった。そこでまたここまでお供をしていた者たちもちりぢりになり、もはや五騎十騎の人々と共に天目山へ入ろうとなさった。ところが天目山には普代久しい余り甚五郎と大隈新右衛門の城の婿衆徒が先に入っていたが、寝返っていや鉄砲を向けていかけ打ちかける。どうにもならずに奥方小野信勝を伴って河原に敷川を敷かせて休んでおいでになった。後から間もなく敵が追いつき切りかかった。土屋創造正常は立ち向かい戦ったが、後で終わりの神はそこを逃れて落ちていった。創造はこれを見て、終わりの神は今になってどこへ逃げ落ちようというのだと弓をよく引き絞っている。終わりも運が尽きていたのであろう。土屋の矢が空を飛んで胴の真ん中を射通した。馬より落ちた後部の首を攻め寄せてきた者が取った。どうせあの世へ行くならば、華々しく勝頼のお供をし、土屋と同様その名を挙げて名を後の世に残したらよかったのに、あの世へ行くと言いながら不代の主君の大事の瀬戸際を見捨ててその場を逃げ落ちて、挙句に土屋に殺されたのを憎く思わない人はいなかった。土屋はそれから矢の束を解いてパラリと投げ、取ってはつがえ取ってはつがえて三段に馬に乗っていて回り、多くの敵を殺してから戻る。奥方とおそばの女房たちにお別れをなさり、勝頼とお子様の解釈をして自らも腹を十文字に切ってあの世への三途の川のお供をした土屋創造のありさま、昔も今も稀であると褒めない者はいなかった。
その後、勝頼親子の首を信長の目にかける。信長はご覧になり、日本にまたとない武人であったが、運がお付きになり、こうなられたことよ、とおっしゃった。信長は知行地をご沙汰される。上野を滝川伊予守一益に下され、甲斐の国を川尻与平秀隆に下され、駿河を家康に下されて、富士を一目見ようとおっしゃって女坂柏坂をお越えになり、駿河に出て根方をお通りになり、遠江三河へ出てご帰国なさる。そんなことがあって、家康は今度のお礼として安土においでになる。信長は家康と連れ立って都へお戻りになる。信長が家康堺へ行って見物なされよとおっしゃった。それで堺へ行かれた。